ングリッドのゲージは3段階に分かれており、それぞれ出せるスーパーアーツが異なる。使用するレベルによりダメージが変わってくることもしっかり覚えておこう。中パンチと中キックの同時押しで使用できる回り込み、相手の攻撃を回避しつつ距離を詰めることができる。このように遠距離からの攻撃も回り込みを使えば回避しながら近づくことが可能だ。しかし回り込みで投げ技は回避できないという弱点も覚えておこう。ガード硬直をキャンセルして移動することができるガードキャンセル移動。ガード中に方向キーと中パンチ、中キックを同時押しする。使用する際ゲージを1段階消費するぞ。ガード中に方向キー前と中パンチ、中キックで前方に移動。方向キー後ろと中パンチ、中キックで後方にバックステップするぞ。ヴァンパイア、ウォーザードと同様にイングリッドも移動起き上がりができる。使用方法は他のシリーズと同様にダウン中に方向キーを入力。自分の置かれている状況に応じて転がる方向に注意しよう。